ちなみに伊沢美さんが55回目の公演に出演になります。続きまして、夜のでございますけれども、午後4時開演ということで、確定しましたら随時報道機関の皆様には事前にお知らせしてまいりますので、合わせてご取材の方を賜りますようによろしくお願いいたします。そして、公演は、料理を12月の6日の夜から作業に入りまして、襲名披露もどうにかおかげさまで、後半戦になりまして、どうにかお客様も大勢の方がこの襲名披露を喜んでいただけたこと、本当に深く感謝を申し上げます。今まで支えてくださった京都の歌舞伎ファン、それ以上にまたうちの今度の息子たちの世代になる次世代の歌舞伎の新しいファンにも胸を打つような興行にしたいと思っております。次、神手お願いします。神手店お願いします。ありがとうございます。こちらお願いします。一気にお願いします。ありがとうございます。よろしいですか？はい。